はい、こんにちは。コンサドーレを応援する山口家です。本日は2023年の2月の10日ですね。沖縄キャンプが終わり、熊本キャンプが開始しました。そして J リーグ開幕まで残り1週間となりましたね。いよいよですね。ということで今日なんですけど、なんかさっき適当にコンサのウェブサイト見てたら、各選手たちのね、自己紹介情報みたいなところが更新されてたので、それを私と一緒に読んでいきましょうというコーナーです。ちょっとその前に一つだけお伝えしたいことがございまして、あのね、また視聴者さんからプレゼントをいただいたので、ちょっとねここで紹介させていただきます。今回はね、グッズをもろもろもらいました。まずはこれ、マスク。これコンサドーレの鳥が書いてあるマスクですね。ちょっとかけてみようと思います。うん、こんな感じ。開幕戦の来週広島戦行くんですけど、ちょっとこのマスクしていこうかなと思います。あとね、これあの冷蔵庫に貼るやつですね。あとソンユンのキーホルダーをもらいました。かわいい、このソンユン。あとね、シンジさんのこのキーホルダーももらいました。これどこでゲットしたやつだろうな。見るかな。めっちゃかっこいい。あ、これは石川直樹選手の、なんていうのかな、これもキーホルダーをもらいました。そしてあの炭治郎とコラボしたやつ、炭治郎がコンサドーレの旗を振ってるってやつももらいました。これシールですね。あとこちら、なんか写真4枚をもらいました。岡村大八選手、あ、サイン入り岡村大八選手と晋三さんと福森選手と猫拓選手、これもサイン入り。あとね、ミランももらいました。これもサイン入りです。いや、なかなかね、レアグッズをいただいたかなと思います。ありがとうございます。あとね、今これ着てるユニフォームももらいました。これはちょっと何年か分かんないんですけど、多分札幌ドームで配られたやつかな。あとね、もう一着もらったんですよね。これめっちゃかっこよくないですか。これね、ドーレくんがここにデザインされてるんですよね。これすごいかっこいい。なんかこうやって遠くから見たら黒の模様がすごいかっこよくないですか。後ろはこんな感じ。後ろもかっこいいな。はい、ということで、ね、視聴者さんからいただいたプレゼントの紹介でした。本当にいただいた方ありがとうございました。私からもね、お返しの品を送らせていただいたんで、まあ喜んでいただければなと思います。このようにね、なんか着なくなったユニフォームとかコンサ系のグッズとかがもしございましたら、私の方に送っていただければ、こうやって動画で紹介して試合でもね、着させていただきたいと思いますので、 Twitter のダイレクトメールまたはこの動画の概要欄に記載のメールアドレスまで、グッズの件でとかユニフォームの件でとかでメールしていただければなと思います。よろしくお願いします。ということで、ようやく見ていきましょう。まずね、ゴールキーパーから、杉さんから見ていきましょうか。杉さん、この Q&A ってところが多分今日2月10日ぐらいに更新されたんで、ちょっとここを中心に見ていきます。ジュニアの時からヴェルディユース、今シーズン一番すごいと思った選手、田中俊太だって。僕もね、俊太大好きなんですけど、まあ、ポジション的にもかなり近いところで俊太を見てたと思うんで、これは熱いですね。その理由、本当いい選手。ちょっとここは簡潔にまとめられました。歴代ナンバーワンだと思う J リーガー、そういう目で見たことがないですね。さすが杉さん、ちょっと尖ってますね。ここは一緒にプレーしてみたい選手はメッシなんだ。世界一の選手とプレーしてみたいから。仲のいい選手、他クラブも含めが点点点になってるんですけど、これはね、実は去年も杉さん点点点でしたね。まあ仲いい人いないですかね。好きな食べ物、干し柿、干し芋、ご飯のお供は納豆と梅干し。好きなタレント芸能人、いないですね、いないですね。好きなテレビ番組、いろいろあります。好きな車、いっぱいあります。ここら辺ちょっとなんか適当に答えてないですか。大丈夫ですか。頑張った自分へのご褒美、納豆ご飯。納豆好きなんだ。さっきも納豆って書いてましたけどね。コンサドーレサポーターの印象は、ピッチに立っている12人目の選手ということで、はい、ありがとうございます。まあ、杉さんは以上です。次、松原選手、21番。松原選手はね、函館出身ですからね。仲のいい選手、杉さんは点点点でしたけど、松原選手はたくさんいて絞れないということです。チームメイトの意外な一面、新野が中高生の時より相当大人になってました。1個上かな、新野選手の。そうですね、同じユースですからね。コンディション維持の秘訣、1日2回風呂入るんだね。試合前は熱い風呂入って汗かく。オフ、試合前に入るんだ。これは負けたくないと思うこと、チーム愛、いいですね。これなんかキックオフイベントでも松原さん言ってましたね。好きなご飯のお供、塩辛、納豆。納豆人気ですね、ゴールキーパー陣に。最近よく聞く曲、6分の1夢旅人。やっぱ水曜どうでしょう、好きって言ってましたからね、松原選手。コンサドーレサポーターの印象は両親と。ということで、松原選手以上です。次、ソンユン。ソンユン久しぶりです。身長195センチですからね。ニックネームソンちゃん。そうなんだ、ソンちゃんって呼ばれてんだ。サッカーを始めたきっかけが、おお、日韓ワールドカップを見てかららしい。お、過去に対戦して衝撃を受けた選手、興梠慎三って書いてある。嬉しいというか、そうですよね。でもソンユン、相手としての興梠選手しか見れてないってことですよね。
去年いなかったんで、ちょっとそこは悔やまれますね。その理由、落ち着いてプレーしてる、わかる。お、歴代ナンバーワンだと思う J リーガーは小野伸二選手。めっちゃ伸二さんこれから出てきそうですね、この質問の回答に。一緒にやってその凄さを見れたからっていうのが理由。お、一緒にプレーしてみたい選手はメッシ。杉さんと一緒やな。プロになって最初に驚いたこと、アクエリアスをただでやっぱり飲めるかわいい。好きなご飯のお供、おキムチと納豆。また納豆来ました。今んとこゴールキーパー3分の3納豆入ってる。好きなテレビ番組、 YouTube チャンネル、西選手のウエストそんな名前だっけ、西大吾チャンネルじゃなかったっけ、西選手のウエストチャンネルだっけ。まあ出てましたからね、ソインはね。コンサドーレサポーターの印象は熱いということで、はい、以上です、ソイン。次、大谷選手ですね。好きな食べ物が納豆かどうかっていうのは気になりますね。大谷選手は熊本出身ですからね。今シーズン一番すごいと思った選手はパク・イルグ選手、サガン鳥栖のパク・イルグ選手ですね。確かにわかります。ゴールキーパーで言ったら、まあ、スゲさんとパク・イルグと、今年から川崎ですけど京都サンガの上福本選手は、個人的にはゴールキーパー部門ではかなりすごかったなと思います。これは負けたくないと思うこと、桃黒愛。確かに、まあ、西大吾選手の YouTube チャンネルでも言ってましたけど、桃黒好きらしいです。好きな食べ物、残念、納豆じゃなかった、アイスでした納豆じゃなかったな。まあでもね、コンサドーレのゴールキーパー陣は4分の3納豆大好きということで、最近よく聴く曲、ももクロ。好きなアーティスト、ももクロ。好きな女性タレント、ももクロアーリー。好きなテレビ番組、YouTube チャンネル、ももいろクローバー Z チャンネル。どんだけももクロ出てくるんですか。趣味、マイブーム、ももクロ。またあった。あ、またある、またある。今年の目標、ももクロのライブに行く。もう行ってるんちゃうんか。推し宣言してる人、ももクロちゃんたち。ももクロちゃんになったな。大谷選手、以上です。ありがとうございます。じゃあ次、ディフェンダー行こうかな。まず2番、田中俊太から。俊太はね、実は僕と同い年なんですね。で、出身も大阪府なんで、今私も関西に住んでるんで、そこは共通点ですね。お、今シーズン一番すごいと思った選手、菅野選手にしてる。圧倒的なセービング。すごい。菅野選手も田中俊太選手にしてましたからね。歴代ナンバーワンだと思う J リーガーは遠藤選手。あの脱力感でプレーしてるのがすごい。これね、去年も書いてましたね。まあ、とうとうね、やっぱ思いはあるんでしょうね。チームメイトの意外な一面。菅大輝はこわもてだがいいやつ。わかります。サポーターにも伝わってきます。お、サッカー人生のベストゲーム。去年のホームの川崎フロンターレ戦。厚別でやった4-3で勝ったやつですね。おお、この試合はね、サポーター的にも、去年の中ではもちろんベストゲームだし、歴代でも相当なベストゲームだったんじゃないかなってサポーターも思ってるんで、やっぱ選手も同じことを思ってたというわけですね。スタジアム、ちょっと待って、これスタジアムなどへの移動バスの中で記憶に残るエピソードのアンサーが、スピード感、止める技術とロングキックの質って書いてあるんですけど、どういうことバスの運転手のってこと？スピードか。止める技術って、あの停車の。まあ、ここまではわかるけど、ロングキックの質は意味わかんなくないですか？絶対なんか答えるとこ間違えたでしょ、これ。コンサドーレサポーターの印象は、熱く団結力のある声援を送ってくれる。はい、これからも送り続けます。ありがとうございます。次ね、新加入、馬場聖也選手行きましょうか。ヴェルディユース出身ですからね、馬場選手は。お、一緒にプレーしてみたい選手、小野伸二さん。小さい頃から見てた選手だから、お、よかったですね。おめでとうございます。一緒にプレーできますね。どのチームメイトのことを詳しく知ってみたいか、タイか以外。もうこの時点でなんかいじり発生してるけど、元から知り合いだったのかな、もしかして。なんかアンダーの代表とかでもしかしたら知り合いだった可能性はあるな。これは負けたくないと思うこと、顔の老け。負けるとか勝つとかじゃないよね。今年の目標は全試合出場らしいです。頑張ってください。お、久々に納豆来た。好きなご飯のお供、ゴールキーパー選手3人以来の納豆が来ました。好きなアーティスト、斉藤和義。渋いね。好きな男性タレント、永瀬智也、TOKIO の。渋いね。コンサドーレサポーターの印象、熱い応援。はい、熱い応援届きます。頑張ってください。次ね、福森選手です。今シーズン一番すごいと思った選手は菅さん。理由は今年も化け物でした。俊太も菅さんでしたから、菅さん2人目ですね。チームメイトの意外な一面、岡村くんは宮沢くんのボケを無視します。そうなんだ宮沢選手結構ボケたりするんかな。ちょっと無視しないであげてくださいね、岡村くん。お、来ました。好きなテレビ番組は YouTube チャンネル、西大吾チャンネル。来ました。西大吾のウエストチャンネルじゃないですからね。コンサドーレサポーターの印象は熱い。お、また熱い来ましたね。ということで、福森選手以上です。じゃあ中村東也選手いきますよ。今シーズン一番すごいと思った選手、三笘薫選手。来ました。ようやく三笘選手来ましたね。ついに。誰かは言ってるだろうなと思いましたが、お、過去に対戦して衝撃を受けた選手はヴィッセル神戸の武藤選手ですね。速いし強かった。うーん、わかる
イケメンだしな。歴代ナンバーワン J リーガーは小野伸二選手。また来ましたね、伸二さん。チームメイトの意外な一面は、周平くん、杉さんのモノマネをよくする。あー、なんかデジッチでもやってましたね。プロになって最初に驚いたこと、クラブハウスにサウナがあるって。あ、そうなんだ、知らんかった。いいな。今年の目標プライベート、お菓子って何。これもなんか質問の回答間違えてないか。お菓子を食べないことかな、食べることかな、お菓子を作ることかな。コンサドーレサポーターの印象は腐らない。おお、いいですね、新しい。ということで東大選手以上です。次ね、西大吾選手いきましょうか。西大吾選手、これ大好きだってなんか話題になってましたね。大吾選手は結構自由な部分が私は好きなので。歴代ナンバーワンだと思う J リーガーを、イニエスタ。理由はいらない。うん、確かにわかる、理由はいらない。一緒にプレーしてみたい選手は家永くんを、フロンターレの。その理由、好きだから。チームメイトの意外な一面、大谷幸喜が面白い。これもね、西大吾選手の YouTube チャンネルでそこを発見してましたね。コンサドーレサポーターの印象は愛ということで、いいですね。西大吾の YouTube チャンネル載ってる、ここに。ということで西大吾選手でした。ディフェンスあと2人、じゃあ西野選手からいきましょう。西野選手ね、若いんだよね、18歳だからね。まだ卒業した高校も、あ、明日か未来予定って書いてあるってこと。そうだよね、今18の代だから、来月の3月で卒業ってことか。おめでとうございます。明日か未来高校って確か通信制だった気がするから、だからサッカーに集中できてるってことか。お、今シーズンすごいと思った選手、また三笘選手が入った。その理由、バケモン。三笘選手2票目が入りました。過去に対戦して衝撃を受けた選手、お、ロペスですよ、元コンサ。ミニゲームで全部ワンタッチでゴールに決められまくったから、ロペスすごいっすよね。あ、また三笘選手だ。歴代ナンバーワンだと思う J リーガー。お、好きなご飯のお供、納豆来ました。また納豆来ましたよ、ようやく。コンサドーレサポーターの印象は熱くて最高。いいですね。西野選手ね、結構世代別の、日本代表のトレーニングキャンプには呼ばれたりしてるんで、コンサドーレでの出場はもちろんのこと、まあ、またね、世代別の代表とかパリ五輪とかはね、目指して頑張ってほしいですね。はい、西野選手以上です。じゃ、ディフェンス最後ね、岡村大橋選手いきますよ。そう、高校は強豪の前橋育英高校。昨シーズン一番すごいと思う選手は大迫選手。その理由、抑えられなかった。わかる、大迫ね、なんかヴィッセルに弱いよね、コンサドーレ。その中でも大迫ゆるきにちょっと弱いよね、まあ、あの二人がね、ほんとすごいんだけどね。お、一緒にプレーしてみたい選手、冨安選手って書いてある。その理由、どんなプレーをするか間近で見てみたい。アーセナルの冨安かな、ワールドカップに出てた。チームメイトの意外な一面、西野と田中博夢がピアスデビューしました。お、そうなんだ、知らんかった。ありがとうございます、教えてくれて。お、背番号へのこだわり、ある選手に憧れてって誰やろ。50でしょ、海外の人かな。コンサドーレサポーターの印象は熱いということで、はい、今年も熱く応援します。頑張ってください、岡村選手。ということで、やっとキーパーとディフェンス終わったな。ちょっとね、これ案外長くなってしまうと思うんで、一旦ここでね、前編の動画は切るんで、またね、ミッドフィルダーフォワード編を別の動画で後編としてあげますので、ぜひね、チャンネル登録してご覧ください。はい、というわけで、このチャンネルは北海道コンサドーレ札幌についての情報を発信しております。よろしければチャンネル登録お願いします。それでは。